皆様こんにちはピクテマーケットフラッシュへようこそ当番組は弊社の客員フェロー田中大介さんと世界経済そして金融市場について語り合う番組です田中さん本日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします本日は年末にかけて日米株式はさらなる上昇が期待できるのかもし年末高になるとしたら何が条件になるのかということについて話し合いをしてまいりたいと思います 田中さんまず、えー、この見方どのように感じていらっしゃいますかここ数か月アメリカの金利に株式相場がふらされるという展開が続いてきた11月に入って FOMC 雇用統計を通じてアメリカの金利が急に下がったのでこれを交換して株が上がっているまあここから年末高かっていう声もはや出てきてるわけですよねただここれ向こう3 6ヶ月考えて 経済指標本当に軟化してくるんだろうかインフレ本当に軟化してくるんだろうかこれを受けて再建投資家は自信を取り戻しててて買えるるるるよううになんんだだろうかこれを見ていく必要がある場面だと思っているんですですから私は9月10月ってあれだけ上に触れ下に触れってしてきたマーケットが11月に入って上旬良かったからカラッとそのまま上昇トレンドに入るっていう話よりはやっぱり紆余曲折ありで。 年末にかけても決してすんなりといい方に向かうというよりは波乱をこなしながらそのこなし方の上で1月も2月も上をたどっていけるかというのを見ていく、まあ、そんなふうになるんじゃないかなと思ってるんですよね。そうしますとアメリカの10年国債利回りは5%から一時4.5%まで下がってくるこういった金利低下を受けて特にハイテク株中心に大きく米株は上がってきましたけれどそう簡単には年末までいかないと。 であるとするのであればどういうリスク要因があるというふうに考えていらっしゃいますか、うんまあ、やっぱり井の一番、はい、金利から考えななきゃいけないけ問題ですよね、うん、で金利に関して言うともともと景気が79月思ったよりも強いじゃないかっていう話から上がりがちだっただけれどもそれでも4%まで長期金利が上がったら十分じゃないかっていう気持ちを多くの債券投資家持ってたんだけれども。 なんかそこからスルスルと4%後半最後は5%に乗るところまで行ってしまった、まあ、そこでみんな慌ててしかも金利が上がる債券価格が値下がりするということで債券投資がみんなやられてしまったから自信喪失になってで安心して買えないっていう状況が延々続いてしまったっていうのが10月にかけての展開ですよね。特にあのアメリカのの国債の受給問題 といいいううううのののも相当利回りの上昇のきっっかけになったというふうになたふ言われていますすよねそうですねそで、はい、やっぱりあの債券これはあの国債の発行量が、えー、財政赤字とともに膨らんでくるで、えー、金利が上がるっていうことは金利の負担分も増えるからその分発行量が増えてくるでこれはバイデン政権が財政政策で大盤振る舞いして、うん、コロナ禍をなんとか乗り切ろうとしたところからまず始まるわけですけれども。うん じゃあなんでその政策を打ってからしばらくそれが問題にならなかったかというと税収が良かかったからなんで税収がかったかっていうとインフレが高かったからなんですよねインフレが高いから実質経済成長プラスインフレ率で名目成長率が異常に高いでこの名目成長率に対して男性値分かけた分と税収があるので税収がものすごく大きいからすぐさま赤字は問題にならなかった。でもこれが 今後インフレ率が下がが下っってくると税収が減ってくる財政赤字はストックとして積み上がった分があるからそこに高い金利の分も加わって支払うというと赤字負担大変だ税収減ってる大丈夫でそうなってくるともう常に債権受給ということが問題になってくると。 そういった中で先週の末ですけれどもとうとうムーディーズですね最後のアメリカの格付け AAA を維持しているムーディーズ社がアウトルックネガティブということでアメリカの格付けに対して一種ワーニングを発してきてきいますよねやっぱりあの多くの国々がコロナ禍においては財政を積極化したということですけれどもその中でもアメリカが軍を抜いているそれからアメリカの国際金利が高い。 まあ当然 CDS 等にもアメリカの評価というのがちょっと悪い方に悪い方にこうにずれてきているわけですよねですから、格付け会社として何も言わないわけにはいかないだけれども、この場面でなぜこの場面でこういうふうに格下げするのかということを一歩二歩踏み込んでしまうとこれは市場に対する混乱これも影響として大きいので私は彼らにも相当な気迷いがありながらということだと思うんです。 それがアウトルックネガティブとかこういうちょっと何か奥歯に物の挟まったような進め方になっているんじゃないのかなというふうに思いますねアメリカで政府閉鎖があるような場合には家具付けを引き下げる可能性がありますよというようなワーニングを出していたわけですが、まあ、それ自体も今、つなぎ予算17日までに通らないとアメリカの政府機関が実際に閉鎖されていくというようなリスクも見えてきていますよね。まあ政府と議会のねじれ まあその議会、共和党が抑えているということなんですけれどもここも内部において左派、えー、はねじれているという話になってくるとまとまるものもまとまらないまあ、してや選挙の年になってくるとなおさらいろんな人たちの利害が出てくるからまとまりにくくなる、まあ、そういうことの財政運営をするにあたって決める人たち運営する人たち自体も決められないんじゃないかというこういう問題も常にくすぶってくる。 ということに対するまあある種警告ですよね。うん、そうですね。まあそういった中、先ほども税収に大きな影響を与える重要なぶあの物価指標が今週発表になってまいります。アメリカの消費者物価指数、さらには小売売上高なども発表になりますけれども、この辺はどう見てらっしゃいますか。うん、今月に発表された重要指標って最初に雇用統計があった。これが非農業部門雇用者数が抑え目であった。その後に ISM サービスが出た。 これも前月前々月と強ぶれ気味だったものが低く出たで今回 CPI 消費者物価もおそらく全体とすると予想はプラス0.1前月比ですねこれはエネルギー価格が下がってるその背後にあるのは原油価格が下がってるからということがまずありますで全体としてはサービスの部分と,と含めていくらか高めなので前月比プラス0.3 これ0.3だ,だとまあこの時期これぐらいで仕方ないのかな0.4だと失望するっていうこういう微妙なさじ加減のところですよね,で,すね、うん、でも全体として見ると前月このコア部分が上振れたのもその中でサービスが高かった貴族家賃が高かったということですけども貴族家賃って他の関連データでは下がってきてるんですね。 ですから私はおそらく集計上のアヤなんだろうと思ってますでこれが基調的には下がっていくでも毎月毎月の数字ってことになってくるとそういうアヤでどっちに触れるかわからないというところがあってそこにマーケットが一気一流してきたということなのでやっぱり数ヶ月慣らしてみなきゃいけない数字なんだというのが基本感なんですね、うん、でも毎回毎回の数字では気になっててとりあえずは市場が織り込んでいる前月比全体としては低め そしてコアの部分ではまあもうちょっと下がってくれればなくなるところのここでまず軸を見てでそれに対する一時反応で相場を評価するしかないということだと思うんですねで小売り上も前回強ぶれたんですねこれもみんな意外感があってえこの9月の分つまり10月に発表された9月の分でこんな触れ方するのっていうので驚いたからあの時も金利が跳ね上がる方向に反応したんですけれどもまあその分 反動が出て今回は抑え目の数字になるでであろううという評価ですよねでやっぱりこれ昨年の10月分っていうのもクリスマス商戦の前倒しっていうことで,でちょっとこう強く出たんですねでそういうことも含めて季節調整してもやっぱり少し抑えめの数字になるんじゃないかっていう評価が出てくるのは自然だと思います。そうですねあの 先ほどおっしゃられたように、7、9月の GDP 成長率が実質ベースで4.9%ということで非常に高い数字になりましたけれど、足元、今おっしゃられたように小売りに関しましては、若干こう消費が落ち着いてくるのではないか。例えば学生ローンの支払いもあったりして、そういった中でアトランタ連銀が出しております GDP n o w というものに足元注目が集まってきていますけれども、こちらは112月の歳出が始まっていますが、 まあ前期に比べるとずいぶん下がってきてそういった意味ではやっぱりこの消費の基調というのは徐々にこう緩やかになってきているというふうに見ていらっしゃいますでしょうかそうですねこれをあのやっぱり今回の場合それまでにちょっと強ぶれてたから弱く出るっていうこの反動だけではなくて先ほどの学生ローンにしろ消費のうち余剰で持ってた貯蓄がなくなってきたからとかっていう購買力が減ってるからとか こういう部分をこう時間かけて見ていかなきゃいけない話なんですね。ですから一ヶ月の数字で蹴りがつくわけではない。でも十一月に出てくる数字は十月に確認した数字が上振れてた分下振れるので債券にとってみるとあ,あこれ金利上がらずに済む買いじゃないかって思えるような状況が長引く。だここはいいことはいいことなんです。でもこれを過信しちゃいけないんだっていうふうに思ってるんですね。 次の月その次の月に発表されるときにその10月からの反動で減った分に対するまた反動を含めて中立的なところから上振れてる下振れてるということを気にするようになってくると金利そんなに簡単に下がれないとかいやあ,れあるいは基調的にこれどんどん悪くなっているから景気はむしろ悪化方向に向かってるんじゃないかとか、まあ、こういうところの 流れがこう見えてくるということですねだからそこまであのなかなか安心できないというふうには思ってるんですあと重要なのは株式の場合は企業決算といったところになってこようかと思いますけれども、うん、あのマグニフィセントセブンという言葉が最近随分と流行ってきている中で,で次にこう発表が進んでまいりましたけれどずっとこう決算を踏まえていくと徐々にこう決算の発表を上昇するそういった、えー、時価総額上位7銘柄 比率がこう減ってきているように見えるんですけれどそういった中でエ i d リアの決算が発表になりますけれどもこの辺もやはり注目と考えですか、うん、やっぱり今回の相場を牽引しているのは何といっても生成 AI というテーマで,でまさにマグニフィセント7というのがその基礎であったただその中で7月まで上がりすぎてたから8月9月10月と結構だれる場面があって。うん でみんなちょっと打ちひしがれているということの中で個別の決算が出るとここはいいここはだめっていうもう本当に微妙なところを捉えてですねだめだっていうレッテル貼られると10%ぐらいボーンと下がってしまうみたいなことがあってで、まあ、なかなか落ち着かないっていうところが続いたんですけどいざ金利が下がって相場を持ち直すってなるとこれらが先導役としてものすごい勢いで上がってきて株全体も上がってくる。 ただだにです、ね、やっぱり金利が下がれば交換できるっていう部分はあるんですけれどもそうは言っても景気そのものはこれから先どうなるんだろうという思いがあるのと金融がここまで引き締まっているのに手放しで買えるのかっていうと思うんですねでそういう中でやっぱり今後も債券金利がどうなっていくっていうこととそれから まさに生成 AI の基地である NVIDIA これがどういう評価で進むのかっていうことがこれから年末にかけての相場の中でも極めてて重要にはなってくるそういった中で日本の投資家の場合はやはりリターンを決定づけるものの一つとしまして為替とといいうものがあるかと思いますこの為替って基本的には今までのこの対談の中でも日米金利差といったところが非常に重要なドライバーと。 いうような中でも足元金利が低下して米アメリカの金利が低下しているにもかかわらずドル高円安が進行してきているこれについてはどのようにお考えですか、うん、まあ私普段からですね基本ドル円はアメリカの金利だけ見てくださいと日米金利差というけれども日本側が金利を動かしてもアメリカの金利の変動と比べればもう微々たるものでほとんど無視していい でも日銀が政策変えるときには円高になったりするじゃないかっていう声がありますけどあれはある種の数字にとっってのサプライズ効果だったんですよね。ですから2022年の12月に初めて YCC の見直ししたときには7円も円高に振れたでもその後7月に変えたときにはもう数円動いたけどももう短時間で効果は出なくなってしまうで今回に至ってはほとんど反応なしと、まあ、あの前日に日経新聞が先にニュース報道したので それに対する反応がちょっと出て、実際に発表された時には逆に円安にいってしまうっていう、こういうことでしたよね。ですから、まあ基本的にはアメリカの金利だ。じゃあ、アメリカの金利で見たときに、ドル円どうやって動いてきたかっていうと、アメリカの金利が九10と上がっていくときに、ドル円は150円のところ上がれずにずっともたもたしてましたよね。これ何かって言ったら、介入警戒感があるから。介入警戒感の中には、 日銀のサプライズがあるかもしれないからってこれ両方が混ざってたんですけども重かったですよね頭がね、ええええ、ですからこれ抜けられない、うん、だけどアメリカの金利が長金利5%までいってる時には本来金利とのバランス上は1534円ぐらいまでいっててもおかしくないっていうところだったでそこが抜けられなくてで最近日銀が YCC を見直したけれどもさほど効果がないし 介入ののうち一部気にしてたその分なくなくったからっていうで1円50銭分ぐらいい上がったっていうとうころですよねでその後アメリカの金利こう下がってくるわけですけれどもアメリカの金利が下がってきたけども本来1534円まで行ってたはずのものが150円近くまでこう降りてこようかなっていうところまで来てるそこら辺ぐらいまでなので、まあ、その点でいうと金利とのバランスがほどほど戻ったっていうところまで,でこれから先もやっぱりアメリカの金利に沿って動く部分の方が。 根っこででは強いんだっていいいいんんだだとう理解思いますまあそういった中で為替自体もある意味この円安にどんどんいくわけでもないということであれば日本株に関しましてはアメリカ株と比べてどちらの方が年末高の可能性があるといいいううふうに見ていらっしゃいますか相場、うんまあ、ってこうファンダメンタルズで動く部分とそれから短期的にみんなでわっしょいわっしょい見越し担いで持ち上げたこっちに触れたから次はこっちに触れるっていう。 行動学的なリズムがありますよねアメリカ株ってサマーラリーが高かったでこれも限られた銘柄がものすごかったそれの反動が8月に来て9月に来て10月に来てってんで小刻みに揺れながらも下がる方に来たそれが今戻る方に来てるってことですよねでこれに比べると日本株の方が安定性があった比較的動きは地味であったで中身を見ると日本の景気相対的にはいいんじゃないかそれから日本 企業にようやく改革機運が出てきてるんじゃないかあるいは中国ちょっと怖いから海外にいろいろ工場資本移転するにあたって東南アジアとかあるいはやっぱりアジアにおいては日本だってこういう目もある、まあ、そんなことでですね私は日本株の相対的な底堅さということについては徐々に評価をしていってで10月11月あたりも アメリカよりもひょっとしたら底堅くいける分だけはいい買い物になるんじゃないかってこういう見方はしてきたんですただ今に至ってもアメリカ株が上下動すると日本株は同じように上下動しているそれから日本株が上がる時下がる時主役になっているのは外国人であるで外国人からすると日本株を彼らのドルベースで評価をすると円安分 フォーマンズが決していいいわけではないだから、まあ、この点を勘案するとですねアメリカ株についてカラッと手放しで年末高だからっていうほどトレンドになるとは思えないっていう趣旨からすると日本株についても相対的に底堅くても紆余曲折ありと見るのが自然かなとは思ってるんです。 そうしますと本日のテーマですね年末高日米株式ともにあるのかということに関しましては紆余曲折さまざまな要因が絡んできそうだということになろうかと思いますそうしましたら最後投資家の皆様にぜひメッセージがあればよろしくお願いいたしますはい、まあ、私は普段投資は理屈に沿ってやるということをしてるんですね徹底してるんですだけれどもその中で相場振り返ってみると 9月11 0月あれれだけ降らされた1月に入って確かに条件面金利が下がってきていいようにはなったんだけれどもこの金利を下げる景気指標や財政問題とかいろんなものがですねカラッと金利がこのまま下がっていくぞっていうほどのものにはなりきれないだろうこれは向こう36ヶ月続けて見ていくものだそしてこの36ヶ月のうち最初の12ヶ月で年末を迎えるということなんですが。 これまでの9月10月の上下動からすると11月もやっぱりそういう短い波動がいくつもあってっていうことで来るで11月末にはファンドの決算がありますよねでそうすると彼らは今年非常に苦労したのでおそらくは利益確定よりも出てくるだろうで12月カラッとまたそこでもう一回攻め直すっていうふうに動くかっていうと。 私は休暇明けぐらいかなということをやっぱり思っていて12月についてそんなに前向きにはなれないところがあるんですでも金利そのものが下がっていく方じゃないか株式は当初はこの金利低下を交換する次のステップでは金利低下ってこれ景気が悪くなるんじゃないのっていうとそっちを気にするようにもなるここのつなぎの部分が1月2月で1月2月あたりにまたもう一回持ち上がる方向を見ていく。 こんんななイメージなんですねこれはあんまり事前に確定的に答えで言ってしまえるようなことじゃないんです。事前に相場がどう動いたかによってその後の展開が変わってしまうということなんですけどもそれぐらいに慎重に前向きに先々を見ていく短期的に今この時点でものすごい相場明るくなったしかもまだ巻気迷いもあるっていうと年末高だっていう分かりやすい言葉でやれると多そうかって思うかもしれませんけれども まあそれを支えている材料を整理していってみるとカラッと気持ちよく年末だかだって言ってしまえるような条件が揃っているとは私には思えないっていうことです皆様本日の動画に関するご意見ご感想をお待ちしております田中さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございました